はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。町村オンラインですね、今日の11時51分に出た記事でございまして、まあやっぱりという感じなんですけども、ロシア軍の実装砲が突然爆発、北朝鮮製砲弾が暴発か、ロシア砲兵射程もバラバラというタイトルでして、サブがウクライナ・ポーランドの軍事メディアが相次いで報道ということで、ちょっと本文を読んでいきます。ウクライナ戦争で弾薬不足に苦しむロシアが北朝鮮から武器の提供を受けていると伝えられる中、北朝鮮製の砲弾や弾薬の品質が悪く、ロシア軍が悩んでいると各外信が報じた。悩んでるだけやったらいいんですけどね。装薬、かっこ砲弾を発射するために使う火薬の不良などで、撃つ前に爆発したり射程が一定にならないなど事故が相次いでいるのだ。現地、12日にウクライナ軍事メディアディフェンスエクスプレスやポーランドのメディアエッサニュースなどが明らかにしたところによると、最近のロシア軍運用中の戦車が爆発する事故が発生した。最前線に投入され始めた北朝鮮製の低品質な弾薬が方針内で爆発したものと推定されると同メディアは伝えた。エッサニュースはロシア軍が北朝鮮が送った弾薬を使用し始めるとともに予想外の問題に直面した。北朝鮮製の弾薬は品質が悪く、軍事専門家らが予想した通り砲弾の総発により自走砲が破壊されたり損傷したりする事故が増加したと伝えた。北朝鮮がロシアに提供した武器が不良品だという報道は今回が初めてではない。ディフェンスエクスプレスは今月9日、北朝鮮がロシアに提供した弾薬、括弧局射砲、こういうふうにこう言ってるんですね。この中から無作為に選び出した5発を点検した結果、砲弾の推進剤の顔料がバラバラで、装薬の材質が違っていたり、内部にあるべき導線が抜けているものがあったりしたと伝えた。大砲ってね、厳密なこう計算のもとに撃つんですね。特に局射砲はピュッと撃つわけですけど、でたらめには撃たないんですよ。で、これ角度を何度にしてって撃ったらどこどこに落ちるっていうのは分かってるわけですね。ところがですね、それは撃つ砲弾の品質が均一な場合なんです。砲弾によって火薬の量が違ったらですね、いくら大砲で照準を合わせてもですね、ちゃうとこ落ちるわけですね。こうした理由で北朝鮮製の砲弾は射程が一定ではなく、体系的に分散されているというロシア最前方歩兵部隊の報告も相次いでいるという、下手したら味方の陣地で落ちるかもわかりませんからね。ディフェンスエクスプレスは一貫していない砲弾の飛行距離は射撃の精度の低下につながり任務遂行に支障を招いていると伝えた。国防安保フォーラムの新正恩事務局長は、砲弾の推進剤の量がスタンダードでないと希望する射程まで飛んでいかないケースが生じると語った。ウクライナの戦争で底をついたロシアの砲弾や弾道ミサイルなどを埋め合わせてやる代価として北朝鮮がロシアから衛星ロケット関連の技術を得ている状況はこのところ相次いで報じられている。うちゃうちゃと、まあね、結局ですね、不良品の砲弾の代わりにですね、ロシアからですね、ロケットの技術を得てですね、それがこの前のですね、衛星発射につながったんちゃうかというふうな推測がなされています。それってね、要は、もうロシアとしてはたまりませんよね。弾がね、予定地点まで飛ばないというのは、まあ、それはまだマシです。それよりも、この大砲の中で爆発したらですね、その大砲を損傷するだけでなく、周りにいる人間も殺傷してしまうわけですよね。
そしたらウクライナ軍の砲弾が命中したのとほぼ同じぐらいの効果があるわけです。味方を殺してどうすんのという世界ですね。ただこういうことってね、実は事前に予想されていたんですよ。この動画でも言いましたけど、北朝鮮の工業力って非常に低いんですね。で現場では社会主義らしいノルマ主義でですね、数さえ合わせばいいわけですよ。だから火薬の量が一定であろうがなかろうがですね、そんなもん、その最終的に何個納品っていうのを達成すればいいだけなんですね。だからそんなの大砲ってね、火薬の量が一定なかったらね、全く役に立たないわけよ。全くでもほぼ役に立たないわけですよ。まぐれを期待するしかなくなるわけだって。そんなものを作っていたわけであって、それをですね、ロシアがくれって言うから、ロシアあげるわって言って、まあその対価があったんだと思います。その対価が宇宙ロケット技術だったというのかもしれませんけども、それだからですね、オーラ来たと思って、その砲弾を使ったロシア軍かわいそうですよね。そんな砲弾がね、大砲内で暴発するっていうようなことはあってはならないことであって、本来ないはずなんですよ。でもあり得ます。それはあり得るんです。でなんで北朝鮮のだからね、そんなね、わけわからん砲弾なんかをロシアが欲しがったのかというのが、私はようわからんのですよ。多分プーチンが分かっていなかったんだと思います。で、軍人さんはね、ある程度分かってると思うんですよ。ある程度ね、特に北朝鮮と軍事的に交流したことのある人であればですね、ある軍人さんであればね、大体分かってる話なんですよ。変なもん来るんちゃうか、やばいでみたいなですね。まあでもそこはですね、社会主義国らしくですね、数だけは合ってるわけですね。なんで、プーチンなんかは砲弾何万発とか言われたら、よしよしやと思ってニコニコ笑いながらですね、代わりにロシアの宇宙技術出せるわみたいなことを言うたんではないかなという気がしますね。それで結局取引が成立して、キム・ジョンウンはまんまとですね、ロケットの技術を得て、ですね、一応ですね、今のところ成功というふうに言うてるのかもしれません。まあその辺はようわからんということですね。ようわからん。はい。結局だから、この取引でロシアは大損こいてますね。むしろ自軍のですね、損害を導いたと言うべきでしょうかね。で北朝鮮のですね、その兵器技術がいかに低いかということもですね、これから伝わってきます。だから実際ね、朝鮮半島でね、何かことが起こった場合ですね、もう北朝鮮軍ってね、ほとんど何も機能しないんちゃうかなと思うんですよ。だってね、もう、なんていうか、食い物さえ十分にない軍隊なんですよ。ましてや砲弾そんなもんでしょ。そしたらですね、いや機能せえへんのちゃうのと、瞬く間に負けてしまうんちゃうかなという気がします。だから最後は核やっつって、その核にこう核兵器にばっかしこだわってきたんちゃうんかなと、まあそうとしか思いませんね。陸軍でさえこうまともに機能しない状況で、あってですね、そんなもう、なんて言いますかね、いざ、ほんまにドンちゃん始まったらですね、あっという間に負けてしまうんちゃうんでしょうかね。まあ、ただしですね、実は、南の軍隊もですね、ゆるゆるなんですよ。なんていうか、汚職が蔓延しててですね、まあ、末端の兵士がですね、食うてるものはですね、本来の予算に全然満たないものであったりとかするんですね。要は途中でポッポないないするやつがいるわけですよ。食料費を。なんで、そういう軍隊なんですよ。で、ゆるゆるなんでですね、兵器もですね、実はあんまり信用できないんですよ。ミサイル飛ばしたら味方の基地に落ちたなっていう話があってですね、ほんまに大丈夫かあいつらっていう感じですね。なんていうか、あんまりね、こう、中国人もそうですけど、朝鮮半島の人もね、あんまりね、戦争向きのこう国民性、民族性ではないですね。彼らの軍隊が強かったっていうことはほとんどないですね、歴史上ね。なんで、どう言いましょうね、
いざ戦いが始まったらですね、とてつもなく弱いんちゃうかなという予感はしてますけどね。やっぱりね、戦いに強い民族ってのはいるんですよ。日本人は強い方ですよ。日本人、ドイツ人、アメリカ人とかイギリス人は結構強いんですよ。はい、まあそれはまた別の機会に。この著存ラインのですね、アドレスを今一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。